え速下軸の久保です。現在ね、時間が11時44分ですで。日付が6月2日ですよね。で、デイリーのチャートを見てるんですけども、ご覧のようにですね、緩やかな右肩上がりに、ここ何日かはなってるかなっていうところなんですよ。そうですね、2、3週間ですかね。で、まあ言うてもまだ横ばいの範囲を超えないんで、エントリーにはちょっと慎重にならざるを得ないかなってことです。全体的に見ると右肩上がりではあるんですけどもね。 で、4時間の方を見て、細かく見ていきますけども、うん、やっぱりね、これ4時間にすると、緩やかな右肩上がりではあるんですけども、エントリーがしっかりとできるような、あそういう風なね、形にはなってませんね、うん。まあ、レンジと言ってもいいかもしれません。1時間なんですけども、うん、これも緩やかな右肩上がりではありますよ。一番左と一番右のローソク足を見ると、それは確かに右側の方が上に上がってますからね、右肩上がりと言えるんですよ。 ただ、中央部分は大きく上に突き上げてきて、そこから下がってますんで、うん、これね、倍の勢いがそんなに強いとも言えないんですよね。だから倍セルどちらにも向かうというふうに考えられます。ちなみに5分見てみますと、真ん中からですね、ちょっと右側寄りに、これ、あの、窓ができてるんですよ。で、すぐに窓を埋めて、で、また横ばいに入ってますよね。で、このパターンっていうのが、だから、 上に向かうのか、下に向かうのか、非常に分かりにくい。要するに窓を開けたってことは、勢いがこの図で言うと、下の方に向かってたはずなんですよ。うん、下はずなんですけども、でも、陽線ですもんね。陽線で窓ができて、うん、この形でまた陽線から再開するっていうのは、一体このね、あのー、切れた間っていうのは、何があったんだろうかってとこですよね。陽線をつけながら、ね、下の方から陽線が復活しますからね。まあ、こういうところを見てもかなり不気味な値動きだと思いますんで、 ちょっと今日もね、FX のことに関しては言うことがないですね。見るのも相場でお願いします。